こんにちは。今日の実況を担当いたします西岡明彦です。今日スタディオオリンピコで行われます試合の模様は解説席に堀池拓美さんをお迎えしてお送りいたします。堀池さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ折り返した、ボールはサイドに出ました。彼に当たりましたね。集中を切ってはいけません。ローマのコーナーになります。コーナーキックを生かせませんでした。デロシー、デノアシェリューがさりげなくいます。ヒールでつないだ。ヒールで狙ったパスはカットされます。マルセイユが勢いに乗ってきた。ベナが顔を出します。ボールにはデロッシー。ここはボールを奪取しました。アイユー、ベノア・シェルーが絡んでくる。ギニャク、ボールが中盤でカットされました。バルブエナ、中盤でボールをカットしました。モレル、さあスタジアムのテンションが上がります。ボールはディフェンスがクリア。ギニャク、コーナー付近からのスローインで再開です。合わせてくるか。このクロスボールはディフェンスがクリア。アイユ、ギニャク、ボールを運びゴールに襲いかかります。綺麗なタックルです。この選手がリアイチです。ここで打つ。このシュートは脅威とはなりません。慎重に攻撃を組み立てています。上がった。ボールはディフェンダーの元へ。ジェルディーニ、ローマが勢いに乗ってきた。ゴールキックで再開になります。リプレイが流れます。いいゴールキーパーは本当に貴重なんですよ。これはすごいセーブです。ボールを取りに来ました。いやー、これはちょっとやってしまった感がありますか。バックが悪そうにしていますからね。
しまったと思ってるんじゃないでしょうかね。ギニャク、さあローマだ。このままにしておくのは危険ですよ。ミッドフィールドでボールを取りました。ギニャク、足元へ戻されます。アユ、中にボールが入る。ギニャク、キーパーの手の中へ。ジェルビーニュ、フィールドの中盤でボールを奪いました。バルブエナ、ボールがこぼれ、マルセイユがフリーキックを獲得しました。この動きがバルブエナです。アユ、ここに前半終了かといったいい内容で折り返すことになりました。堀池さん、はい、後半開始のキックオフ、マルセイユがボールを動かします。バルブエナ、ミラレム・ピャニッチ、ボールを中盤で奪いました。アユ、さあどうだ、ボールを蹴り出します。このクロス、ベノアシェル、このシュートは大きく外れてしまいました。ギニャク、ボールが中盤でカットされました。ここでバックパス、落胆の雰囲気に染まります。スローインでゲームは再開されます。中盤でボールをカットしました。ファニー、このクロスはあっさりディフェンダーに渡りました。振り抜いた、ゴールはなりませんでしたが、いい攻撃が続きます。ここにリアイチ、クロス来た、ジェルビーニョ、シュート、セーだ。このままにしておくのは危険ですよ。決めに来た、ミッドフィールドでボールを取りました。ミラレム・ピャニッチ、トッティ、これはいい判断でした。アユ、この選手がリアイチです。これは来た、ディフェンスがブロック。
キーパー前に出てボールを処理します。判断いいですね。フィールドの中盤でボールを奪いました。どうだ、ディフェンスがコースを塞ぎます。ギニャク、レオッシがさりげない存在感。バルブエナ、ここにいます。ベノワ・シェルー、ギニャク、中に人は、ディフェンスがボールをクリア。ここにリアイチ、フランチェスコ・トッティ、いいパスが通りました。ローマ決めるか。ベノア・シェルーがさりげなくいます。ファニサイドを変えました。クロスを出した。クロスが今一つでした。ディフェンダーがキープしています。ジェルビーニュ、ファニボールを運び、ゴールに襲いかかります。この動きがバルブエナです。さあどうだ、膠着状態ですが、ここで集中を切らすと一気に動くかもしれません。上がった、タックルを受けています。サイドチェンジです。シュート、このシュートはちょっと強引すぎたか。いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。バルブエナ、残り5分となりました。どちらのチームも手詰まり状態です。マルセイユが勢いに乗ってきた。得点は動きません。シュートに行ったのはいい選択ですよ。バルブエナ、アドバンテージがオリンピックもある。アドバンテージを取りましたが、ここで止めました。ファールの判定です。ここはちょっと流せませんでした。判定に不満そうですが、これはファールですね。よく見ていました。クロスが上がった。ギニャク、キャッチはできません。ボールがこぼれています。入るか。うわ、あれを止めちゃうんだ。素晴らしい反応で止めた。ナイスセーブを見せました。両チームのキーパー今日は素晴らしいですね。ヘッドでのシュート、ゴール。